さあ始まりました「いなチャンネル兵庫ゴールドトロフィー2020」最終予想いきなり本命馬の方を発表していきたいと思いますその名のスピードですということでですね 1400m の兵庫ゴールドトロフィーについてですね徹底的に解説していきたいと思いますまずですね早速本命馬の発表からいきたいんですけれども 1400m、1400園田っていうところですね、かなりですね、条件的にはかけることが少ないレースなのかなというふうに思っております。私、大学時代ですね、園田競馬場でですね、レースを何回かかけたこともありますし、このレースの特徴っていうのはですね、大体つかめているなというふうに感じです。黄色帽子からいきたいと思います。控えても大丈夫な馬からというところですね、ベストマッチョ、この馬をですね、本命にしてですね、馬券の方を構成していきたいなというふうに考えております。 これだけは知っておきたいことというところですね、園田競馬場の特徴についてですね、1400メートルって、かなりですね、園田の1400メートルっていったら、園田で一番レース、多いレースがですね、園田の1400メートルなんですけれども、コーナー4つあるんですね、コーナーが4つあってですね、とにかくですね、スタートで全てが決まってしまう、そんなですね、スタート勝負のレースっていうのがですね、園田1400メートルじゃないかなというふうに考えております。先行争いがでですすすね、ね、激化しすぎるとです、ね ね差しも決まってくるんですけれども基本的にはです、ね、園田のですね 1400m スタートポンと出たですね馬があーポーンと出てですね先行争いできた馬っていうのがですね基本的には来やすいレースなのかなというふうに考えております。ということで,ですね、えー、逃げ先行場狙いっていうところはですねほとんど間違いないのかなというふうに考えております。 こちらがですね、園田競馬場で行われる兵庫ゴールドトロフィーの展開予想になります走破時計は1分27秒1ぐらい、前半34秒9で入って上がりが38秒2、だん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 ペースが遅くなっていく、そんなですね、レースになると思います。究極のハイペースでございまして、前半34秒9と書いているんですけれども、もっと速くなる可能性もございます。小回りコースをですね、回っていくということで、すね、JRA の馬が苦労することもあるんですけれども、やはりですね、先行馬、今回多くなりました。 この先行馬からですねどうやって狙っていくのかっていうのはです、ね、非常に難しいところでございます。その中でもですねやはり黄色帽子5番ですね、ベストマッチョ、ここはですねかなりいい位置を取れるのかな、スタートポンと出て、ね、1200m 前走走っていますし、楽々ですね先行してですね差し込んでくるだけ、そういった展開になればですね非常に有利なのかなというふうに思っております。先行争いに参加できない後ろの馬っていうのは基本的には切っていいよというところですね。基本的には切っていいこの前 の馬からですね馬券圏内に現れる3頭がですね決まってくるんじゃないかなというふうに思っております地方馬ではですね一番の馬がですね非常に注目度合い高くてですね、えー、すごい連勝を重ねている馬なんですけれどもおベストマッチをこの馬からですね馬券の方は構成していきたいと思います逃げ馬ですね逃げ馬ですね 2m、ね、とですねラプタスこのどちらかがですね逃げていくんだろうなというふうに思っておりますスタートが良かった方が逃げていくラプタスは追いかけるか 形になるかもしれませんけれども、1400メートルというところもありまして、やはり前のま有利というところをです、ね、ぜひ覚えておいてください。 兵庫ゴーールドトロフィーの展開評価についいててお話ししていきます。1位がトップウィナー、外枠の馬ですね、外からですね、先行争い激化している中に、絡まずにですね、5、6番手の位置取りが取れて、ですね、差し込んでくるだけの流れを作れれば非常に有利なのかなというふうに思っております、そしてですね、2位、ベストマッチョ、内枠ですね、入りましたし、先行争いですね、1200m 前走走っているので、簡単にですね、先行できればですね、非常に面白い存在だと思っております。3位がですね、サロ。 るんですね1枠を引きましたサロル1枠1番の逃げをもし打てるようであれば非常に面白いんですけどもセンスを逃げていないのでえ控える形でも競馬ができるっていうところは分かっているのでこの馬も面もしろい刀なのかなというふうに見ておりますここから人気馬解説です参考になったらですねまずはチャンネル登録よろしくお願いいたします概要欄からメール登録もよろしくお願いしますそれではですね人気馬解説スタートです ということで,ですね兵庫ゴールドトロフィー上位評価についてお話ししていきたいと思います1位ベストマッチョ2位がラプタス3位がトップウィナーという形になりました今回ですねこの3頭について解説していこうかなというふうに思いますということでです、ね、1位ベストマッチョ2位ラプタス3位トップウィナーこれ全部先行馬なんですけれどもこの3トについて解説していきたいと思います ままずはトップウィナーから解説していいいきたいと思います。そろそろ来てほしい馬ですね、非常にですね、いいレースは続いているんですけれども、なかなかですね、馬券圏内に入ってこれない、4歳馬ですし、そろそろですね、覚醒してもおかしくないのかな。 そそろそろ買いいが来るのかなという馬ですねえ自分の力は常に出し切れるタイプでございましてある程度ポジションを取ってですね差し切り狙いというところですね今回ですね勝ち負けに絡んできても全然おかしくない馬なのかなというふうに見ております人気も手ごろですしこういった馬を狙っていくとですね回収率抜群に上がっていくのかなというふうに考えております展開も向きますし1000人より絶対専用の方がいいので非常にですね今回展開もめぐ 生まれて期待できるなというふうに考えております 続いてです、ね、ラプタスについて解説していきたいと思います、えー。逃げたらですね、一番怖い馬というところですね、えー。外枠っていうのはですね、若干痛恨でございますし、えー、1400m、最初の直線でですね、えー、ある程度ですね、スタートしてからですね、ポジション取る時間はあるんですけれども、それでもですね、やはり先行争い激化してしまうというところ、ですね、外枠は不利なのかなというふうに考えております。えー、それでもですね、やはりスタートうまいですし、逃げることができればチャンスはある。スタート1つです。 ですね、全て決まってしまうタイプの馬ですのでえこういったまあ軸に不向きなのかなというふうに考えておりますえ軸には不向きなんですけど一発のあるというタイプでございましてえ期待ぐらいですね高評価まではいかないですね高評価まではいかない期待場ぐらいにしたいと思います 最後は本命馬ベストマッチについて解説していきたいと思います。1200m でも先行できるっていうですね、強さがこの馬にはございますということでですね、スピードは申し分ないものを持っていますし、1400m が一番得意な距離ですので、ここでも間違いなくですね、ある程度のポジションにはつけられるのかなというふうに考えております。ベストな距離でですね控える形でも大丈夫ですので、その控える形っていう時になった時にですね、非常に心強い馬なのかなという いうふうな感じがします3連複ワイドをまたの軸にしていきたいなっていうふうに考えてるんですけれどもやはりベストマッチョっていう馬がですね、えー、若干飛びの大きい馬なのかなという印象があるので、えー、園田の小回りコースでどこまで対応できるかっていうところも鍵になってくると思います馬券的には本命にしていきますし3連複ワイドをまたの軸にするんだったらこの馬かなというふうに考えております。 今回ですね、買う予定、買い目と言いましたけれども、買う予定、今回ございません。残念ながらですね、有馬記念とですね、アサヒフューチリティステークスで負けてしまったので、有馬記念とホープフルステークスの資金がですね、そこをついている形ですので、今回買う予定はありません。ということでですね、今回は買わずにですね、買い目の発表もなしというところですね、ご理解ください。プレゼント企画ですね、メール登録者に応じて、プレゼントがどんどん豪華になっていきますので、任天堂 t e n d s w i t c h 欲しい方はですね、ぜひメール登録もお忘れないよう にしてください競馬好きの競馬好きによる競馬好きのためのチャンネルメンバーシップ大好評でございます。概要欄の競馬情報サイト無料メール登録でチャンネルを支援できますのでそちらもよろしくお願いいたします。